こんばんは、ディーベルです、今日はですね、ミニミニハンバーグのですね、しそ豚バラ巻きを作りたいと思います。これも自宅で巻いたものなんですが、どうやって作ったかっていうと、まあ分解しますね。豚のひき肉にですね、いつも使ってるライムペッパーソルトを入れまして、でこねました。ビニール袋でですね、に入れて、でその上にしそを巻いて、豚バラをさらにですね、お肉をお肉で巻くってちょっと珍しいかもしれないですけど、こんな感じに巻きました。はい、で早速焼きたいと思います。はい、いつも通りですね、ちょっと油多めなんで、最後はですね、キッチンペーパーで油を取って食べたいなと思います。今弱火で焼いてます。はい、焼けてきましたんで、ひっくり返したいと思います。はい、ちょっと焦げちゃいましたね。油多めにしたんですけどね、ちょっと火が最初強すぎた。ちょっとこれは焦げすぎですね。まあ裏面はですね、今弱火にしたんで、弱火でじっくりですね、豚のひき肉に火が通るようにゆっくり焼きたいと思います。はい、焼けましたので、取り皿に移しますね。もう焼いてる最中もですね、非常にシソのいい香りがしてました。多分これはすごく美味しいと思います。ちょっとこれを焼けてないな。ちょっと一個だけ焼きが足りないんで戻しましたけど、まあ他のものは食べれますので、食べれるかなと思います。はい、焼き上がりましたんで、早速ですね、食べたいなと思います。ライムペッパーソルトをちょっと多めに入れたことでですね、非常に美味しく焼けました。で香りもですね、シソの香りが口の中で漂ってですね、非常に美味しいです。皆さんよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いにゃー。